オンがイオンモールがね、岡田大臣も出たけどな、弟やろ、イオンの。民主党な、岡田大臣が代表か、な。これはイオンの弟や、な。で、イオンが井川家を潰した手法について解説しよう。ぽいやろ。こんなみんなできへんやろ。うちはできるよ。つまり、美濃焼を納めさせて売らへん。マジで売らへん。売る気なんかあらへん。でも、これいいね。いっぱい作ってくれ。で、売れへんかった。な それ、そうやって潰して。美濃焼を。これいいですね。これたくさん作ってください。どうですか、売れてますかと。いや、売れへん。あ、そうですか。じゃあ、頑張ります。あ、これかまされて。私。全国シェア26%の潰し方、こんなシンプル。なかなかしいやろ。その前に、大店舗たちは仲買なるものをせっせとしらみつぶしに潰した。な、仲買が、ちょっと待っとくなあれ。なんだねそれって言われへん。なんでか、おらんから。潰されたから。仲買機能せず、おらんから。潰されたから。な、そこ仲買が頑張って、何言うてはりまんねんって。ちょっと待った、こんな、私の顔潰すぎるかって。たくん、売られへんかったうち、ひねらせるって。仲買言わんのか。仲買おらへん。へへへ、こうやって始めさせる。わかる。